せとは分かち合えるもの、悲しみは分け合うもの。雨なら傘になって、晴れたら影を作って、いつもだって守ってくれた。見習いです。きっかけは、きっかけはここで働いてる友達に声をかけてもらって、いいなと思って入りました。なかなか人材確保は難しいんですが、半農半子育てみたいな形でちょっとニッチ空いてるよというような方に来ていただいて、作業を手伝っていただいております。これ何か玉ね、これやばい。あ、めっちゃやばい。わかるじゃろ。え、もう出荷の時にこんなんだ。あ、これすごいね。すごいわかるじゃろ。これが傷ね。え、傷は B じゃん、出荷不可。出荷不可。やっぱり消費者的に見てね、これとかね。辛かったら続きませんからね。できるだけ農業にもっともっと若い人に関心を持っていただければと考えております。